離婚後の共同親権を認める民法などの改正案が可決されました。離婚後も父と母の両方がこの親権を持つことを認める共同親権の導入を柱とした民法などの改正案が今日の衆議院法務委員会で賛成多数で可決されました。改正案は離婚時に父母が共同親権か単独親権を選び、協議で折り合えない場合は家庭裁判所がこの利益の観点から親権者を判断します。改正案は来週にも衆議院を通過する見通しです。